皆さんこんにちは、マナリゲルウジです。では今回はギレンデーボージオン独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。いきなり戦闘画面に入っていると思うんですけども、実はですねソロモンに対して連邦軍が再び攻撃を仕掛けてきていて、まさにね奇襲攻撃を受けているというような状態になっています。前回ベルファストの攻略とソロモンの防衛戦を行ったんですが、今回は引き続きソロモンの防衛戦から始めていきたいと思います。では侵入してきた連邦軍の艦隊ですね、確認していきましょう。今回画面のマップ右上から入ってきています。前回ホワイトベースが入ってきたポイントと同じところから連邦軍の艦隊ですね。機影から確認するにマゼランタイプが2隻、あとはサラミスタイプが5隻という艦艇になっています。ではこれを撃退していきましょう。前回はね連邦軍ソーラーシステム使ってきましたけども、今回はそういう、マップ兵器みたいなものはないと思いますので、確かにソロモン奇襲を受けて前回の攻撃のダメージもまだ残っているというところではありますけども、しっかり戦力残っていますので、これを使って連邦軍艦隊第2波撃破していきたいと思います。では部隊展開しましょう。特に戦術的に何か特定の拠点を守るとかそういうのはなくですね、オーソドックスに来る敵を撃破していきます。連邦軍の方もモビルスーツ隊展開していきましたね。ジムとボールが中心だと思いますけども、数はそれなりに揃ってるように見えます。前回のソロモンの攻撃受けたことによって味方のね防衛戦力が少し減っているので、モビルスーツ隊の数、純粋な数ではほとんど連邦と変わらない状態になってきてしまっているとは思いますけども、ここはうまく味方のね、ディフェンダーと連携して戦っていきましょう。では連邦軍の艦隊と交戦状態に入りましたので、我々もモビルスーツ隊を前面に出していきます。ちょうど今日この後 YouTube のガンダム公式チャンネルの方では、ガトーとね、コウ・ウラキが出てくるスターダストメモリーが21時から放送されると思うので、僕もね、すごく楽しみに毎週しているんですけども、お時間、会う方いらっしゃったら、確か24時間限定配信だったと思いますんで、タイミング合わせて、今日の21時から明日の21時ぐらいまでですかね。ご覧になられてみるといいのかなと思いますけど、ちょうど今年はガンダムに40周年イヤーということで、結構ねイベントとかあと検証とかも多いんですよね。実はコカ・コーラとガンダム、バンダイなのかな、タイアップでいろいろな景品が当たるよっていうキャンペーンやってるんですけど、ギャンモビルスーツのギャンのですね、モバイルバッテリーが当たりまして、それもまだ届くのは少し先だと思うんですけども、到着するのがもうすごく今から楽しみなんですよね。なので今年は本当にいろいろガンダム企画目白押しだと思うんで、そういう意味でもすごく楽しみですね。ではあらかた敵の部隊ですね、片付けました。このターンでうまく決着できればいいかなというところですが、うまく決着できなかったとしても確実に防衛はできるかなと思いますので、このまま敵の部隊倒してソロモンのね第2波攻撃を退けていきたいと思います。で、内政面が少しガタが来ている、いやもうガタガタと言っていい状況だと思うので、この後はね少し内政の見直しも行って、国内の情勢の立て直し、これもしておきたいと思います。ソロモンの第二波攻撃全部退けましたね。1ターンで完了です。我が軍の勝利です。
ソロモン防衛部隊が連邦軍を退けた。だが損害が大きすぎる。連邦軍が次の作戦を画策しているとの情報もある。今は戦力の回復に努めてくれ。はい、ノズルから中心が入ってますね。これで完全にソロモンの防衛完了になります。当機関はついにサイコミューの実用化に成功しました。サイコミューとは脳波伝導システムの一種で、ミノフスキー粒子下での無線兵器の誘導を可能にしました。このシステムならばニュータイプの能力を軍事利用できるはずです。プラナガン機関からサイコミューの実用化の報告も入ってますね。これはどんどん進めていきましょう。では思い切って税率を下げて、国民の支持の回復を行いたいと思います。で、国民の支持率回復した後はですね、再び税を少し上げて、各政策あるいは生産開発、ここにもう一度ね、資金を割り振っていきたいと思います。重税はやっぱり良くないですからね。固定資産税もそうだし、所得税もそうだし、現実世界でもなかなか税金の持ってかれようえげつないですけど、不満が溜まっていきますからね、僕みたいにね。報告します。連邦軍が星1号と呼ばれる作戦を開始するとの情報を入手しました。しかし作戦の詳細、作戦名の星が何を意味するのか、今のところ一切が不明です。何が起こるか分かりません。注意してください。はい、連邦軍の星1号作戦発動されたという報告が上がってきました。アニメの中ではこの星1号作戦の目標はアーバーワクーだったわけなんですけども、今回はグラナダが攻略目標になると思いますので、そのグラナダにね、防衛戦力を集めておきたいと思います。サイコミューの実用化によってニュータイプの軍事利用は現実のものとなりました。ニュータイプの実戦投入を許可していただけないでしょうか。ニュータイプの実戦投入は許可します。ニュータイプの力を、これでニュータイプ、まあ、シャリアブルだったりララーだったりっていったんで、優秀なパイロットが加わってくれると思いますので期待しましょう。ニュータイプの調整を急がせます。報告します。星1号作戦の主力と思われる艦隊がレナツー基地に出現しました。敵はグラナダを経由しジオン本土に侵攻するものと思われます。防衛線の準備を整えてください。各艦、シャリアブルが木星より、やはり目標はグラナダでしたね。続いてシャリアブルの帰還がイベントとして発生していますので、これも見ていきましょう。よく戻ったシャリアブル、お前を呼んだのは折り入って頼みがある。キシリアのニュータイプと接触してほしい。ニュータイプであるお前には可能だ。私がニュータイプですって、私にはそのような力はありません。ごまかすな。プラナガン機関の報告書は読んだ。お前なら私が何を考えているか分かるのだろう。私にヒリア様の行動を監視しろとおっしゃるのですね。さすがだな。そういうことだ。開発部よりソーラレイ建造計画が提案されました。ソーラレイとはコロニーを改造した直径、さらにソーラレイ建造計画も来ましたね。まあ、元祖コロニーレーザーだとこういうものだと思うんですけども、これの開発を始めていきましょう。ただコロニーレーザー開発するのに作戦ポイントがちょっと足りないかもしれないですね。まずそこを確認していきます。情報部より報告書が届きました。やっぱりちょっとソーラレイ必要なコスト5に対して税金下げて予算が少なくなった分発動できない状態ですね。ソーラレイが発動できないとなると、まあ、今から税率変えて予算上げて次のターンでソーラレイ開発計画を発動しても、ソーラレイの開発が
連邦軍の星1号作戦グラナダの進攻に間に合わない可能性があるので、ここはですねソラレイを開発するのではなくて、あくまでもグラナダの防衛戦力を強化するっていう方向に舵を切りましょう。閣下、連邦の主力艦隊が進攻を開始しました。かなりの大部隊のようです。ではグラナダの防衛戦で、ね、これの準備を始めていきたいと思います。防衛作戦をしっかり発動して万全の体制でグラナダに攻めてくる連邦艦隊を迎撃していきましょう。では今回は切りがいいのでここまでにさせていただいてですね、次回はグラナダの防衛戦、連邦軍の星1号作戦に対処していきたいと思います。